どうぞ。よいしょ。上出たら涼しそうやな。あれぐらい。うわー、寒い。風強い。風強い。コマ撮り小屋。はい、コマ撮り小屋。ロープまだ下持ってるからね。あ、本当だ、登れる。登る感じやな、綺麗に。あ、これが。どこ？中に。
右手は綺麗よ。右手は綺麗。右手は綺麗。右手の上は綺麗。そう。余裕ない。完全に倒れてるな。完全に獣道やね。へい、越えた。わからんが、後ろ姿だけは撮っとくわ。ほんまやな。富士山。いい感じや。目印でした。500m ぐらい。いやいや、それはカウント。すごーい。よいしょ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 。ビューティフォー。いいね。すごいな。こっち側が爆こっち側が爆裂加工なんです。そう、そう、こっちのね、斜め左あたりがね、爆裂加工なんです。まあそこら辺、そこら辺一帯含めてなんです。ああ、そうかそうか。あそこのあの尾根の向こう側ってことなんですね。火山だ。うわい。カラスの、はいはいはい、あの下のあたりにね、あの綺麗なのが見えるんだけど。うん。きれい。山肌の向こうのね、黄色、結構ね、あいつね、なんなん、あれなんなんですかね、カエデ、うん、かな。大丈夫かな、思ってちゃんとな。ほんとだ。ねえ
青空カモン。本当だ、青空カモン。だからもう後半もう切り上げて、そこが火口だったんだ。うん、爆裂、もう爆発して落ちて、落ちて硫黄だけもあんない、ね、うん、すげえ。あれ、カブト、あれがカブト河川。そう、今週カブト河川行こうかと思って計画してた。うーわー、いいな。これがね、地震で崩れたところなんです。昔ない、ない、ない、ない。はい、これ 目星つけて、あ、目星とか、まあ、ちょっとダメですか。厳しいけど、でもほんまや、かなりいいですよ。ねえ、壁が見えてるから。うわー、綺麗な、これは。いやー、もう裾野が綺麗ね、大仙って。そうなんだ、大仙ね、やっぱ裾野すごい綺麗ね。ねえ、チェック。ハハッハッハラシカセン、トトロみんなで撮る。大和子さん、早く降りてきて。すごい流れ、降りる。いつも入ってない。トムさん、YouTube してるんですか？してますよ。いやー、YouTube は YouTube やもん。ちょっとそれ、登録しよう。真っ白。真っ白。下行く、こら上でしょ。怖いよ、見えないよ。あれ地獄だね。あれ通ってきたやつ。うん、
うわー、綺麗。あ、出てきた。あれナメコだ。どれ？あれ。あ、あれナメコだっけ？ナメコ。そのがめっちゃ綺麗。やっと見えてきたね。うん。この岩肌とすごいな。1週間了。そう。撮ってるよ。帰ってきたん。じゃあ、戻りましょうか。はい。最後、大仙さんも見えたし。そうそう、川の水が、あの滝のとこから川まで行ったら1時間半ぐらいかかったんですね。れたんか、お疲れっす。お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、お疲れさん。お疲れ様。